久保さん、あっという間ですね。いやー、あの20時間ライブのね、久保さんのね、あのー、入り込みはね、多分一生忘れないですね。なんかね、9時になった瞬間ね、広島の久保ですみたいな。<laughs> そんなノリでしたよね。多分朝9時から朝方の5時までやったと思うんですけど。いやー、あれはね、僕読み上げてましたけどね。<laughs> そう。まあ、あそこからっつうのは長いっすね。 うん、まあということで、まあ今年もあのあと3ヶ月、もう3ヶ月切ってますけど、終わりますよね。まあ今回はその、時間についてですね、うん、一番価値があるものとは何か、一番価値があるものみたいな感じで、僕はそれは時間だと思うんですね。うん、まあその、稼げば、お金を稼げば、 値札がついてるものはほとんど買えます。もちろん一部は審査があって本当に上流階級の人しか買えないみたいなものもありますけどほぼ9割9分値札がついてるものってお金を稼げば全部手に入れられるんですよつまり頑張れば何でも手に入るってことですだけど唯一手に入らないものがあるとするならば久保さんと僕が出会ったあの山口陸の20時間ライブのあの時にタイムスリップできるかっていうところなんですよね で、それはできないですよね。久保さんがどれだけ稼ごうが、あの時に戻ることはできないですよ。だから、時間っていうのが一番価値があるんじゃないかなと思うんですね。うん。だけど、多くの人が、ここの時間に一番価値があるのに、この価値がある時間を使おうとしない。うん。で、何、何に時間を使ったら自分の人生が変わるのかっていうところを、分かっていながら、そこに、うん、使わない。僕は、 あのー、まあいつも思いますけどあのかけた時間ある程度のねもちろんその人のスペック能力の差あるので一概には言えないですけどただある一定の時間をかけない限りあー何かを習得するってことはできないと思うんですねだから例えばネットビジネスでお金を稼ぎたいと思ってるのにそこに、えー、例えば人生が変わらない えー、仕事に対して多くの時間を使い人生を変えたいネットビジネスを覚える時間に、えー、あの時間をあまり使わないうん多分久保さんがうまくいった理由って多分あの何も考えずね何なんだロボットのようにやりましたみたいなねパスモニター2台でねモニター2台でもうインプットしてアウトプットインプットしてアウトプットみたいな感じでもう十何時間ぐらいやってたみたいなね <laughs> あのマージャンってあの,あのて仕事捨ててねやってたわけじゃないですかうんだからまあそ,それぐらいその時間にどれぐらい価値があって何にじ自分がやるべきことうん何をやったら人生が変わるのかっていうところを深く考えてそこに圧倒的に時間を注ぐっていうことが必要なのかなと思います本当に多分ですよ久保さん これ、まあ、一日サラリーマンの方って8時間くらいやるじゃないですか、仕事。じゃあこれ8時間、本気で毎日ネットビジネスやったら、1年で月収100万いくと思いませんこれ、久保さんの感覚で。本気で1年8時間ネットビジネスに時間を費やしたら、これ月収100万いくと思いません僕は行くと思います。本気ですよ。本気で <laughs>、1日8時間ネットビジネス費やして1年やって、月収100万いかないってことあんのかなっていう。 多分これは行きますよ。YouTube もしっかりやるとかね、無料の SNS 周りしっかりやって、関係性も構築したりとか、まあ、しっかり勉強してやっていけば、1年であの月収100万いくと思いますで。なんでこれを僕は言えるのかっていうと、熟成さんで全く初心者の状態から始めて、1年以内に月収100万いってる人、まあまあいてるんですね。だから不可能じゃないんですよ。 でも、その熟成さんたちって、ぶっちゃけその8時間、1日毎日8時間はやってないです。なぜ、なぜならば、あの、サラリーマンや,やられてたりとか、あの、やっぱ、時間がないわけじゃないですか。何かをやりながらやり、あれなんで、物理的にその8時間を毎日やるっていうのは、多分やってる人少ないんじゃないかなと思います。うん、この日は3時間とかね。でも、なんかサラリーマンの仕事場って、まあ、なんか、うん、今日は3時間でいいよとかないですよね。多分。<laughs> あります。 まあたまにあるのかわかんないですけど、まあ僕は経験ないですね。社会人になって、今日はあの3時間でいいよとかね、今日は2時間でいいよっていう <laughs>、あんまないですね。なんかその、めちゃめちゃ大きい地震があって、で、まあ早く帰れ、電車が止まるから早く帰れみたいなのがあ,るあったりとかするかもしれないですけど、普通業務で、今日2時間の,さあの仕事でいいよと、家帰ってゆっくりしなみたいな <laughs>。 あります。久保さんがスーパーの、あそこで働いてた時、そんなことあります。今日1時間でいいよとかね。2時間でいいよとか。でもネットビジネスってそんな感じじゃないですか。今日1時間でいいよね、みたいな。今日は2時間やったな、とかね。だから、まあ、何に価値があるのか。それは僕は時間だと思うんで、その価値があるものに自分は何を使うのか。これが人生の大きな大きな分かれ目かなと思います。いってらっしゃい。